はい、本日から、名古屋グランパスを使って J1 リーグ、リーグ戦を、やっていきたいと思います。まだこの時期ね、全然移籍情報が全然まだ出揃ってないんですけど、なんなら今撮ってる時点で吉田豊が名古屋に入るかみたいなことも言われてるんですけれども、まあちょっとそんなことも待ってられなかったんで、とりあえずリーグ戦スタートさせてみて、それで、まあ、また新選手が加入したらまた新しいのを始めたりとか、おいおい考えていきたいと思います。とりあえず CM 内の開幕戦は勝ちません。対戦相手には不足ないですね。やっていきましょう。まず基本的なゲームプランから、4-4-2。個人的にはジュビロから加入したあの伊藤くんの方に注目なんですけど、今日はちょっと調子が悪いんで控えで、なるってスタメンも面白いかな。宮原も調子悪いから菅原と変えて、さあ待てよ、調子で使っていきましょうね。風間監督みたくさあ、フォーチャーは以上、シャビエル、マテウス、ナルセで、ネット、小林幸、金井、丸山、中谷、菅原、ゴールキーパー、ランギャラ、これでいきたいと思います。さあ、言うと、もう J1 開幕カード発表が今日ですね。あ、日付変わったから、ちょうど今日ですね。どこになりますかね。個人的にはフロンターレあたりを希望してるんですけど、フロンターレのまだ連携が取れてないうちに叩いておきたいところですね。さあ、やっていきましょう。全然補強知らないけど、小笠原が引退して、伊藤翔がマリノスから入ってきて、全然知らないな。伊佐が大分行ったぐらいしか、さあ、今日から今の情報わかんないですね。今シーズンも始まりました、この初戦のゲーム。さあ、この時間は放送してきました、鹿島対名古屋、こちらの一戦をお届けいたします。このスタジアムで今日はどんなゲームになるのでしょうか。去年も開幕戦は雨でしたよね、ガンバ戦。こちら現地は晴れております。今日試合終了間際のアーリアからハッタンダからジョーの最後に実況が、ジョーが来たって言いました、ね、お願いします。さあ、あ、そうか、鹿島は庄司が抜けたんだね。庄司がトゥールーズに移籍して、で、誰かセンターバック入ったのかな。この半年ぐらいで上田抜けて、庄司抜けてて、誰かいるっけ。まあいいや。さあ、マテウス、シャビエル、ジョーと前線に左利き外国人が3人並ぶ形になってます。北澤さん、今日からリーグ開幕です。この開幕戦どうご覧になりますか。そうですね、やっぱいるかいか、やっぱちょっとセンターバックが開幕に向けて準備をしましたけども、うまくいった時には監督はすごいなと思いますからね。1年前は庄司と上田直道ですからね、求心力を失いますからね。やはり両チームとも開幕白星でいきたいところですよね。さあ、開幕戦勝ち点3が欲しいところ、なんならマテウスの得点が欲しいかな。今はさあ始まります。鹿島のキックオフでスタートです。鹿島アントラーズ対名古屋、初戦幸先いいスタートを切りたい。からのジョーでも貯めて、はい、サイドマテウス走りよ。さあ、マテウス魅力のドリブル、ドリブル突破からの、はい、あー、打ち取られちゃった。
だだだアウト。さあ誰かもらいに来て、はいはい、ネット後ろ下げていいや。あーそれは違う。よしナイスナイス、中谷ジョー。あー取らなかった。今の通ったらもうキーパーと1対1だもんな。さあ一気にカウンター、よしです。あ中谷ここでファールがありました。いやオッケー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 。さあまだこれゲーム実況を今してるときは小林優の契約はまだなんですよね。本当になんなら1番ぐらいに契約更新してほしい選手なんだけど、はいマテウス、マテウス非常にやつて、はいお嬢落とす、はいからの中クロスが入る。あーうち、ん、多いですね。レアンドロ、アルセ君はどのぐらいの頻度で使われるんだろう。結構なんかドリブルも面白かったし、裏へのスルーパス、ルヴァン以外にもリーグ戦でも見てみたい選手だなと思って。あやばいやばいやばい、 OK ジョー、はいからのマテウス。13分が経過、前半です。名古屋前半序盤ですが今日は積極的に攻めている印象です。おー、こぼれた。よし、ヘイ。小林。ここで受ける。どうだ。はい。シュート。あー。やっぱ上げるだけじゃ厳しいな。中村。前半まだ両チームともスコアレスな展開です。あんまり大宮で見てても守備をするイメージはないんだけど。中村、風間さんの音でどうか、どうなるんでしょう。伊藤、アーチのようなパス。オッケーオッケー、はいはいはい。いや、金井もね、シーズン終盤でポジションなくなったから契約更新するのか、ちょっと不安だったけど小林、更新してくれましたね。ナルセ、はい、縦へのボール、小林、裏へ届くか。ここはすぐ奪い返します。名古屋ネットシュート打っていった。あ、まあ少し距離はありましたけどもね、どんどん狙っていく姿勢が大事ですよね。レアンドロ、個人的に菅原をもうちょっとシーズン通して使ってみたいな、見てみたいな。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。いい試合です。ルーズになる。犬飼、長いボール縦へ、スルーパスを出す。この位置で受ける中地、ナイス中谷、やばい、ナイスランゲラック。あオーマイガー、油断した。うわー、今ランゲラック弾いて完璧油断した。これはセカンドボール狙ってたんですよね。ここからのアンブロ予測したポジションに、ここ見事なボールを取りましたね。いや取り返そう取り返そう。さあ鹿島先制1対0です。1点取ると多少余裕が出てくるんですけど、そのゆとりをどうプレーにつなげていくかですよね。チャレンジはしません。後ろに流す、大きく縦へ、サイドを縦に走らせます。あーっと、いいぞ、いいなぁ。オッケーオッケー。いや押されてんなこれ。もう一つ前に行きたい。あのスペースへ出す。素晴らしいパス。ボールのかこのパス。いけ、ね。ああこれきつい。名古屋奪い返します。スルーパス。あいいボールだ。いい展開ですね。よしよしコーナーコーナー。
このファーストハーフ最初のコーナーキックは名古屋きたミドル。しかしこれよく止めましたね。いやまだ名古屋らしい崩しっていう崩しが全然できてない。名古屋決定的なチャンスを迎えたシーンでした。あーサイドサイドサイド、ボールが迫る裏のスペースへ長いボールを送ります。よー、ナルス持ってるか、ドリブルで。さあここから持っていく、仕掛けるか、オッケー、飛んだ。この辺は人に対して厳しく、オッケー、ファール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 、ファール、カードをもらうかもしれません。まあ、守りが出せば、犬パイか、ファールでしたからね。ファール出ないか、注意に終わりました。いやこれ抜けたら1対1だもんな。どうしよう、これは大事にしたいキック。いや、マテウスに預けてもらったね、ここは。うん、いけるか。あー、最悪、ここで長いミス、前半終了です。前半終わりか。45分間戦って1対0。いや、まだ選手交代はいいや。前半先制されハーフタイムを迎えています。よく戦ってましたけど、今年のバランスという意味では、うん、相手の方が少し勝ってましたね。この後点を取っていくためには、うん、とにかく早くボールを動かしながら、はい、相手のプレスにかからないようにしていくことでしょうね。失点は渋いな。今日の開幕戦はロスのシーズンを占ういい試合にしたいところ。さて、よし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 、とんだ。ではこのままもらいに来て、引き続き試合をお楽しみください。ナルスやった。セカンドハーフ、ゲームはスタートしています。名古屋としては早めにペースを掴んでいくためにも立ち上がりをオッケー、少しか必要になってきますよね。いや、菅原いいよ。2本目のコーナーキック、大きく縦へ、オッケー。中谷、中谷からの上段ステップ、おー入って、いけ、いやーゴール。いやまさかのシーズン初ゴールが成瀬。いいですね、流れ来てますよね。いや、いいね、これ成瀬持ってんね、これ。今のはキーパーの跳ね返りを見事ゴールに収めました。いいね、いいね。中谷から上位、上のシュート弾いたボールを後ろから攻めてきた成瀬。いや、最高。よしよしよし、同点に持ち込みました。一旦仕切り直しですね。現状は五分。精神的には追いついた側の方が若干面があるかもしれませんけど、ちょっと展開読めなくなってしまいますね。ワンツーワンツーからの、さあ繋がるか、抜けてくる、うわ最悪。名古屋これは奪い返します。柔らかいボール、浮いたパスを、おう高い、レアンドロスルーパスを出す。まずいまずいまずい。いいボール入りますよ。中谷行って、中谷、いいよし、ナイス、いいよ中谷、ここで収まる、オッケー。後ろ行ってのマテウス、自分で行く、ちょっとルーズになる、後ろ後ろ後ろ、オッケー、後ろでいい。名古屋としては追いついた分若干勢いという意味ではなさってますよね。オッケー、マテウス、ボールを受けて、おっとルーズボール、そう続きそうで続かんな、まずい、キャキャ、後ろ後ろ、アンジェロ、ここは一旦キーパーへ下げます。それはまずい、よし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 。さあ丸山からの長ロングフィードも見せたいところだけ、アウチ、まあ初戦だからといって無理しないで、このワンポイントを守りに行く手段もありますよね。リーグ戦なので長いスパンで見ていくことも大事になりますよね。中いるよ、中中いけ、シュート惜しい、クロバー、グランダーのクロス、いや今勇気のシュートがクロスのね、惜しい、最高だったんですけどもね。いや、ジョーの縦パス最高からの中の勇気、惜しい、
かれない抜かれない。ハンザ裏へ届くか。よし。長いボールを取ります。うん、取らないですかレフェリー。ドリブルで上がる。ああ、それはちょっと厳しいな、ホワイエが。オッケー、ああ。すいません、すいません。さあ、右へ預けて。裏へのスルーパス。やばい、やばい、やばい。抜けてシュート。あぶねー。安全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし、惜しいシーン。奪ってからすごい攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね。はい、そういった意思が感じられますよね。完璧裏取られたな名古屋。今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。マテウス疲れてきてるからマテウスに変えて秋山で、小玉真ん中で使ってみようかな。よし。名古屋メンバーチェンジをします。2人の選手を入れ替えます。小玉もイニエスタみたいになってくれたら面白いけど。さあ秋山の方に。絶好調秋山。あ、それはいかん。裏を狙っていきます。すいません、すいません、なか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 収まっシュート。はぁ、入れられた。あー、鈴木優真のこの黄色なポーズムカつく。あれで勝負あったという感じでしたよね。そうですね、シュートからゴールまで。いや、これみんなついてきすぎたな。イメージした状態でトラップできていたことがこのゴールにつながったと思いますね。いや、まだいける、まだいける。カスマここでリードを奪いました。74分か、あと20分ぐらい。ガブリエ後ろ下げてのナルセ。嘘、まずいまずい。ちょっと当てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。ボールを下げてリズムを作るか。アンザちょっとどっかで引っ掛けたいけど。アンザうざいな、回されてんなこれ。名古屋どうしても1点が欲しい。勝ち点ゼロではなく1点は欲しい。そのためにはゴールを上げることが必要です。鹿島はここでベンチに動きがあります。ロングフィードで狙う。あ、いい展開ですね。オッケー。いや、これ時間ないな全然。83分か。ナイスナイス。これ1点取ってたらもう試合は決まったようなもんなんですけどね。オッケー。打っちゃう。ボールをもらいに行かないとダメですよね。もう時間ないですからね。もったいなかったですね。本当最後まで諦めてませんよね。白崎ケイラスの最後ナルスガブリエ。いや、ファールないの今の。ラスマントワーズ最終ラインまでボールを下げる。やばいやばい、ラスト6対1分か。スペースを狙う。チャンス抜けだ。助けて。これは合いません。終わった。やばいやばい、初戦黒星だ。再びスローインです。くそー。いやー、いや、あー負けたー。ホイッスル2対1。名古屋リーグ初戦は黒星スタートとなりました。黒星スタートが
さあ北澤さん、まあまあ、成瀬がいかがでしょう。名古屋としては初戦を決めたのが収穫でしょう。まだリーグ戦は始まったばかりですね。守備が守備が次に生かしていってほしいですよね。はい、守備がって感じ。さあ放送時間もなくなってまいりました。今日もシュート1本しか打ってないです。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きして、全体的にシュートが少ない北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ他のチームは、お川崎が 4-2 で勝って、まあ、こんなもんか。清水が 4-2、 ベガルタ・ジュビロ引き分け、浦和ガンバ引き分け、F とセレッソ引き分け、でマリノス負け、湘南が 2-0 で勝ち、レイソル・ビファーレン引き分け。まあまあまあ、みんな引き分けぐらいか。いや厳しいスタートだ。よしよし。よし、じゃあ第2節は FC 東京戦ということで。